ました。問題は高安。ここで勝って12番ということに高安なれば、先場所に続いて2場所連続12勝。これは来場所につながっていくはずです。悔しい思いをぶつけるか高安。4回目の優勝を白星で締めるか鶴竜。春場所千秋楽結びの一番、軍配が返ります。これは高安の足は大丈夫ですかね。そうですね、先ほど
はい、土俵下に降りた時もかなり痛そうでしたね。そうですね、降りる時もですね、相当顔をしかめてましたからね。そうでしたか、これその痛みの中で今平然としていますので、これは立派ですけれども状況が気になります。足といいますと右の太ももの内側を痛めて去年の秋場所休場という場所がありました。尊敬はちゃんとできていますね、もう一番見れるのはありがたいけど、まあね、これがね優勝の決まるようなそこだったらね、はい、もっともっと盛り上がるんだろうけど、それはありません、まあ、そうはいかないね。さあ今高安が勝ち上げから突っ張っていって、そこは圧倒しましたね。そうですね、はい、右を差して隠れのようにこのスローも引きましたが、さあもう時間になりました。両者下がりのない千秋楽結びの一番取り直し。もう一度白星をつかむチャンスを高安は生かせるかどうか。悔しい千秋楽となりました。今日の幕内の結果